じゃ、カウントダウンムービー2日前撮るよ。いや、ダメ。どうしたの？やっぱり恥ずかしい？だって私基本人と話すのも苦手なんだよ。それなのになんでこんな宣伝みたいなことを。それに2日前とかそんな大事な時期に出されてもうまくできるかどうかわからないよ。というかできない、できるはずがないだといいな。おお、悪い方に活用する人初めて見た。ねえ、代わりにお願いします。今度面白い漫画を教えてあげるから。それはすごく魅力的かも。ちなみにどんなお話なの？それを聞いてから考えるね。ああ、わかった。まず主人公が というお話なの。なるほど。ありがとう。おかげでどんな話か全部わかったよ。なんで私全部喋っちゃったの？面白かったよ。やっぱいい漫画いっぱい知ってるね。そんなの自慢にならないよ。じゃあカウントダウンムービーはいいからこれだけ読んでもらっていいかな。この紙を読めばいいの？ラブシックパピーズ、僕らは恋するために生まれてきた、発売2日前です、よろしくお願いします。ありがとう。必要な分はこれで全部取れたからもういいよ。はめられた。私はめられた。わけもわからないままはめられちゃったよ。ちなみにまだカメラ回ってるよ。